神のお告げで成功するなんて、それこそ夢のような話ですが、歴史をよく見渡してみると、夢のおかげで成功した人の逸話がちらほらあります。中には自分が見た夢でなく他人の見た夢を買って出世した人も。それでは詳しく紹介していきましょう。毛利元就の予知夢、刀。戦国時代に中国地方を統一したことで知られる毛利元就。元就がまだ一領主であった頃、ある夢を見ます。それは千祖伝来の刀が三つに折れてしまうという夢でした。先祖伝来の大切な刀が折れるとは不吉なと思った元就は、琵琶法師にこの夢について相談します。すると琵琶法師は、刀が三つに割れると利という漢字になります。これは州の遺体字で、つまり国を意味する文字。殿の見た夢は吉夢で、これは将来一国の主になることを示していますと言ったのだとか。これを聞いて元就は安心し、不吉な夢どころか吉兆を表す夢と知って喜んだようです。しかし今辞書を引いてみると、利という字、実は衆の遺体字ではありません。遺体字にあたるのは強の方。これは強と同じく力を合わせるという意味を持ち、衆の俗字にあたります。では利はというと、策という意味。逆なんですね。ただ刀は立刀に置き換えられ、その立刀を3つ並べれば衆の形になるため、古来はそういう見方もされていたようです。実際のところ吉夢だったかどうかは怪しいところなのですが、元就はこのあと中国を統一するまで大きくなります。この夢のおかげだったのでしょうか。後醍醐天皇に取り立てられた楠木正成。太平記の前帝笠木林光寺の段に、後醍醐天皇が見た夢のエピソードが登場します。後醍醐天皇が笠木寺に行幸していた時のこと。まどろんでいた後醍醐天皇はこんな夢を見ます。紫宸殿の庭先に大きな常磐木があり、特に南へ向かって伸びる枝が勢いよく広がっていた。木の下には大臣やその他苦行が大勢いて座っているが、南の上座にはまだ誰も座っていない。後醍醐天皇は一体誰のための座席なのかと不思議に思っていると、水らに言った童子が二人現れ、この世わずかにでも帝の身を隠す場所はありませんが、あの木の南に伸びた枝の下の玉座は帝のためのものです。しばらくそこにいらっしゃってくださいと言って去ってしまった。後醍醐天皇は目覚めると、これは意味のあることに違いないと思い、見た夢について考えます。木と南で楠の木となる。翌朝、後醍醐天皇はこの辺りに楠の木という武士はいないかと尋ねると、河内の国には楠の木正成という弓に優れた者がいるということを聞きます。なるほど、あの夢はこのことだったのかと思い至り、後醍醐天皇は楠の木正成を召し出して取り立てたというエピソードです。実際はもっと前から楠の木正成の存在を知っていて頼りにしていたという話もありますが、神のお告げによって取り立てられたというエピソードは、楠の木正成の伝説をよりすごいもののように印象づけてくれますね。夢のおかげでバルチック艦隊を撃破した秋山実行。秋山実行といえば、日露戦争でロシアのバルチック艦隊を撃破したことで知られる参謀です。まさにこの日本海海戦において、実行はロシアの進路を夢によって特定したと言われているのです。敵の進路は日本海からそのままウラジオストクへ向かうか、それとも津軽海峡、宗谷海峡を抜けていくか、実行は二択で悩み、ふと居眠りをした間に日本海を見たといいます。東海岸の景色で、その先には津軽海峡が見えた。そして三つのロシアの艦隊。ここで実行はロシアは津軽海峡を抜けるのだと悟ったのだとか。実際その3日後、
夢で見た通りに現れたというので、実之本人も後にその驚きを語っています。あの歴史的な海戦の勝利が夢によってもたらされたものだったとは。もちろん夢に見ただけで勝利できるほど簡単なことではありませんが、きっかけが夢だったということは確かなようです。実之はこの件から人知を超える心霊の実在を疑うことができないと言ったそうです。この後実之は日本海海戦の功績によって勲4等瑞宝章に叙勲されています。他人の吉夢を使って出世した吉備の正備。ここからは本人が見た夢ではなく他人が見た夢で出世した人物のエピソードです。にわかには信じがたい話ですが、昔は夢を買うということができたのだとか。そんな夢を買って成功した一人が奈良時代の学者であり苦行の吉備の正備です。このエピソードが載っているのが宇治周囲物語の巻13夢買う人の字の段。引きの巻人という人物のこととして紹介されますが、おそらく吉備の巻人のことであろうと解釈されます。吉備の巻人がまだ若者の頃、とある夢を見たので夢占いをさせようと夢解き女のところへ行きました。するとどこぞの国主の長男がやってきて、こういう夢を見たと夢解き女に語り始めたのです。巻人はそっと部屋に隠れてそれを聞いていました。女は若者の夢を聞き、それは素晴らしい夢です、きっと大臣にまで出世するでしょう、決して人にはお話ししなさいますな、と言って聞かせ、若者は喜んで帰っていきました。ずっと話を聞いていた巻人は女の前に出て、夢を取ることができると聞いたことがある、さっきの若者の夢を自分に取らせてほしい、国主は任期が過ぎると都へ帰るが、私はこの国の人間なので大事に思うなら私の方だろうと女に頼みます。女はそれももっともだと承諾し、ではさっきの若者が語られた夢を寸分たがわず話してくださいというのです。巻人は聞いた通りに語って聞かせると、女も先ほどの若者に言った通り吉夢だと伝え、巻人は謝礼の着物を脱いで与えて去りました。宇治周囲物語によれば、その後巻人が大いに学んで学者となり、唐へ渡ってゆくゆく大臣にまで上ったのはこのためだとか。夢を取るのは恐ろしいことで、取られた若者の方は感触もないまま終わってしまった。もし夢を取られなければ大臣になっただろうに、と締めくくられています。もちろん宇治周囲物語のこのエピソードは後世の作り話に過ぎないでしょうが、今の岡山の巻人町、片田舎に過ぎないそんなところから都へ登り、大臣にまで上り詰めた吉備の巻人という人は、それこそ夢のような存在だったということでしょう。妹の夢を買って未来の征夷大将軍の妻となった北条政子。もう一人他人の夢を買った人がいます。それは北条政子。政子の夢買いエピソードが載っているのは蘇我物語。ある時政子の妹阿波の局が太陽と月を着物のたもとに入れ、三つの実がついた橘の枝を頭に乗せるという妙な夢を見たことを姉に語ります。政子はすぐにこれは吉夢だと思い、妹にはそんなすごすぎる夢は逆に災いをもたらす夢に違いない、私が夢を買って身代わりになりましょうと言って、空物の鏡や小袖を妹に譲って夢を買いました。なぜこんなことをするのかというと、この頃悪い夢は人に買ってもらうと転化すると考えられていたのだとか。しかし実際は吉夢であり、政子は夢のおかげで後に頼朝と結婚し、ゆくゆくは尼将軍と呼ばれるほどの存在になったのです。では妹の阿波の局はどうなったかというと、彼女も頼朝の弟で義経の同母系にあたるあの全成と結婚しています。三大将軍の実朝の乳母にもなっているので、こちらも出世はしているようです。いかにも作り話のようですが、この逸話は政子がそれほど賢く権力欲があったことを表しているのかもしれません。もし夢が本当に作用するのだとして、妹の方がそのまま頼朝と結婚していても
政子のようにはならなかったように思えます。